キング・アブドゥル・アジーズ国際空港は、サウジアラビアのジッタにある国際空港である。サウジアラビアの初代国王アブドゥル・アズイーズ・イブンサウードにちなんで命名された。空港の建設は1974年に始まり、1980年に竣工した。1981年5月31日に開港している。既存ターミナルや滑走路の改修。 および四つの新ターミナル、新滑走路、整備施設建設などを盛り込んだ新空港建設計画が持ち上がり、2006年秋に着工される。ジッタは聖地真っ赤の最寄りの大都市であるため、この空港には世界の他の空港にはない特徴がある。恥の時期にのみ強用され、別回期のイスラム教徒の巡礼客のみを扱う恥ターミナルの存在である。 ハジターミナルを使う航空会社はもっぱらイスラム教国の航空会社であり、エールフランスやワールドエアウェイズが数少ない例外である。ハジターミナルはゴードン版シャフト設計で46万5000平方メートルの広さがあり、全館面積57万平方メートルに及ぶ。香港国際空港ターミナルが完成する前は世界第1位であった。 端ターミナルの敷地は100エーカーもの広さがあり、その上にテント状の構造を持つ屋根群がかかっている。この屋根は通常のテント地ではなく白色のガラス繊維の布でできている。端ターミナル内にはモスクもあり、またターミナルは同時に8万人の旅客が使用する能力がある。北ターミナルは世界各国の航空会社が使用し、南ターミナルは サウジアラビア航空の専用である。サウジアラビア航空はジッタを拠点としているため、同社の国内、国際便の相当数がここキングアブドゥルアジーズ、国際空港の南ターミナルから各地に向けて発着している。中期位置これらの便はジェッタと記載された目的地の間でどこかの空港を経由する可能性がある。しかし、どの会社もジェッタと その経由地の間のみで乗客を輸送する権利を持たない。ありがとうございます。